中野坂上駅は東京都中野区にある東京地下鉄、東京都交通局の駅である。東京メトロの駅は本庁2丁目に、東京都交通局の駅は中央2丁目にそれぞれ所在する。東京メトロの丸の内線と都営地下鉄の大江戸線が乗り入れ、接続駅となっている。各路線の駅番号は丸の内線が M06、大江戸線が E30 である。 東京都交通局の駅には、実践学園中、高等学校前の副駅名がある。丸の内線は当駅で本線と分岐線が分岐しており、かつ当駅が校舎の起点駅となっている。分岐線の電車は当駅2番線で折り返す。大梅街道の直下に位置する、島式ホーム2面3線を有する地下駅である。地上の大梅街道の道路幅が24.0メートルで、 中線を有する二面ホーム構造の駅には狭く、道路幅の制約からやむを得ず中線は一線のみとなった。道路をはみ出て、私有地内に駅構築を設ける場合、用地交渉に大きな時間を要することから、早期完成を優先して、現在の構造となった。各ホームの福音は5.5メートル、ホーム延長は120メートルを確保した。当駅から、 小木くに向かう本線と方南町に向かう分岐線に分かれるため、当駅から小木くに向かう本線は分岐線の下をくぐり新中野駅に向かう。中野坂上交差点方面改札には、ホームと改札内コンコースを連絡するエスカレーターが設置されているほか、改札外コンコースと一番出口の間は階段に、加えてエスカレーターも併設されている。 エレベーターは中野坂上サンブライトビル内にあり、改札外コンコースとを連絡している。また、本町方面改札には、ホームと地下3階の改札内コンコースを連絡するエスカレーターとエレベーターが設置されているほか、改札外コンコースと3番出口の間にもエスカレーターとエレベーターが設置されている。当駅は新宿駅、つとむ区中野坂上地域として、 近隣の駅を管理している。乗り場あたり駅は分岐線の起点及び始発、終着駅であるが、2019年7月5日のダイヤ改正より2、3本に1本が池袋方面と直通しているほか、中野車両基地への入港を兼ねて、小木久保発中野富士見町駅列車が平日深夜に一部存在する。それ以外の電車は当駅を始発、 終着とする3両編成のワンマン列車が運行される。分岐線内運行の電車は中央の2番線で折り返し、両側のドアが開くので1番線ホームと3番線ホームの双方から乗り降りすることができる。ただし、池袋方面行き列車は池袋方面ホームに、池袋方面からの列車は小木久保方面ホームに発着する。丸の内線は 第3機場方式を採用している。通常は乗客が1万1機動部に転落した場合の感電の危険性を減らす目的で、駅構内の第3機場はホームの反対側に設置される。しかし、当駅では2番線ホームは両側から乗り降りが可能なため、3番線ホーム側直下に第3機場があり、感電の危険性が高い状態であった。 このためレール及び防護カバーは警戒の意味で赤色に塗られ、さらに第三機場の側面にも防護カバーを取り付ける措置が取られた。2001年頃にホーム改装工事を実施した際に柱の上部の色で方面をわかりやすくするため、小木久方面は水色に黄緑色、池袋方面は水色に桃色のタイルが重布された。2004年に分岐線はワンマン運転を開始し、 2番線ホームに可動式ホーム柵が設置された。電車到着時以外は可動式ホーム柵が閉まっているため安全が確保されるようになった。さらに2006年には本線でもワンマン運転を開始するため1.3番線ホームにも可動式ホーム柵が設置された。色及び開閉時のチャイムは1.3番線と2番線で異なる。 本線でもワンマン運転が開始されたのは2009年3月28日からで、これで丸の内線全線がワンマン運転となった。なお、ホーム作設置から全線でのワンマン運転開始までは1.3番線の発車ブザーを可動式ホーム作の線路側に移設しており、列車により発車ブザーを鳴らすことがあった。自動改札機は1990年代初頭から 開業以来、改札口と出入り口は、日新宿側のみに設置されていたが、2012年8月11日始発より、新中野、中野新橋駅側に、本町方面改札と3番出口が新たに設置された。そのため、ホームの複員が一部狭くなっている。本町方面改札には、上りエスカレーター、エレベーターも設置されたが、改札は、 赤坂見つけ駅と同様に、ホームの下に設置される構造となっている。夜間留置が設定されている。平日は、池袋発中野坂上止まりの最終電車が、土休日は、池袋発新宿止まりの最終電車が改装されて、留置となる。発車メロディワンマウンテン開始に伴い、全ホームで、スイッチ製作の発車メロディを使用している。 当初は1番線と3番線のみ導入されていたが、方南町駅への6両編成の列車の乗り入れを開始した2019年7月5日に2番線にも導入された。山手通りと首都高速道路中央環状新宿線、山手トンネルの直下に位置する島式ホーム1面2線を有する地下駅である。首都高速道路と競合することから、 高速道路と地下鉄との一体構造で建設された。駅部は改作延長160メートル、地下5層構造となっている。屈作部傘は、首都高速道路部が24.5メートル、大江戸線部が36.8メートルである。地下1階を、大江戸線の改札口やコンコース、地下2階は、首都高速道路の旧廃気設備、地下3階が、 首都高速中央環状新宿線、地下4階は大江戸線の換気設備、地下5階が大江戸線の軌道、ホームとなる。このため、一般的な地下鉄駅の建設工事よりも3から4倍もの大規模のものとなった。また、改札口からホームまでを連絡するエスカレーターの距離が非常に長いのが特徴である。なお山手トンネルは丸の内線のわずか2メートル下。 都営大江戸線の5メートル上の隙間を通している。駅到着時の車内放送では、堀越学園、放線学園へお越しの方は、こちらでお降りくださいと流されている。2010年1月頃から、駅名標の下に、東京工芸大学前の覆面小板が設置された。駅業務は、東京都営交通協力会に委託されており、都庁前駅。 ストーム管理所管内の受託駅を統括するハックブロック長が配置されている。乗り場近年の1日平均乗降人員は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員は、下表の通り。注釈出店。ありがとうございます。